第2のライデル、現る。こりゃうてん。オープン戦中日対オリックス、5日のオリックス戦の9回に勝野が登板。打者3人に対して、3者連続空振り三振。打球を前に飛ばせることなく、圧巻のピッチングを見せた。絶対的守護神ライデル・マルティネスに匹敵するピッチングで、セットアッパーの座をつかむ。圧巻だったな。松山ばかり目立つけどやっぱり勝野もえぐい。ほぼ150超えてただろ。リリーフ転向してほんとよかった。チャリエルありがとう。松山清水勝野誰を8回にするんだ？正直誰でも任せられるから監督の好みか。贅沢な悩みだな。これにまだ藤島斉藤フェリスも控えてる。ひいき目抜きにリリーフはナンバーワンだろ。ライデルを超えろ。ドラドラ情報局をご覧いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ。高評価もぜひ、よろしくお願いします。